はい、今回 MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。今回原作最新話のお話になっているのでネタバレにご注意ください。現在原作の方最終戦、予選が続いているんですけれども、現在王者ミハイル・ベッケンバウアーが出走したのが原作228話で描かれました。まあ、アニメから言うとね、これまだまだ全然これ3期とか4期ぐらいまでいくね内容とはなっているんですけれども、非常に面白くなっています。そんな中すでにこう4戦全勝を収める王者ミハイル・ベッケンバウアーなんですけれども、この最新話を振り返りながら、このミハイルがもしかしたら最終戦では王者を退くかもしれないし、あえて最後全勝すべて収めるのではないかなど、いろんな説が、出ているので、その辺について考えていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか考察だったりとか、展開予想などあればねコメントで教えてください。アニメでもね登場した伏線がもしかしたらここで回収されるかもしれません。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。原作を順番にちょっと振り返っていこうと思うんですけれども、今回のタイトルの方が第228話、王者のポルシェというタイトルです。まずはねヤジキタ兄弟のお話となるんですけれども、ヤシオカケルですね。ヤシオカケルが出走した場面からとなっております。今回ね車も変わっていてエミーラになっているんですけれども、これまで乗っていたエキシージーよりもロードカーに足を振ってきているということで、かなり落ち着いているという好印象なんですけれども、これの方が MFG にアジャストできると言っていましたよね。でこれについて北原のぞみがそれを見ながら、兄貴がかなり乗れてるよってことを言ってるんですけれども、おそらくこれはねヤシオカケルが MFG の本質というところを理解しているからこその走りなんじゃないかなと思います。ちなみになんですけども、これ北原のぞみがガリガリのデメキンだってさって言われてるんですけど、これおそらくアニメで言われたこととか、巷の意見を重野修一先生が何かしら残しているんだと思います。こういうところもいいですよね。そしてこの出走が終わった後にカーナンバー12番の言わずと知れた王者のポルシェということで、ミハイル・ベッケンバーは出走となります。最強に関して異論はないということを言っていますよね。4戦全勝、今シーズン彼以外のドライバーは1勝もしていませんということで、本当に最強だと思います。今回のテーマでもある5勝全勝するのか、もしくはここで負けてしまうのか、かなり気になるところですよね。おそらく原作のこれクライマックスとなると思うんですけど、ミハイルがどうなるのか、正直これはね負けてしまうという可能性もいろんな可能性があるのかなと思います。そしてねスタートするんですけれども、その時に来ましたね、今回も出てきたムチムチボディということでね、ミハイル・ベッケンバーバーがイライラしております。女性には興味はないけれども美しくないものは許せないということで、かなりイラついております。あのチンチクリンなボンレスハムって、ここだけでもめちゃくちゃ面白かったんですけれども、出走からかなり出鼻をくじかれているんですよね。そして走り出すミハイル・ベッケンバーバーなんですけれども、裏方では尾形と相葉俊がどうなるのかなということを予想しているんですけれども、どんとねタイムを出すんじゃないかと尾形は言っているんですけれども、ただ今回に関してはやっぱ沢渡だったり諸星とかね、彼方だったり、もしくは桜の舞だったり、新たなこう新世代たちがこのミハイル・ベッケンバーに迫っているという状況なので、分からないよということを言っております。結構この段階においても相葉俊の言葉っていうのは結構確信をついていることがあるので、これは結構伏線なのかなと思っております。でその状況も本人は一番感じているはずだということで、ミハイルサイドへ移るんですけれども、ここでミハイル・ベッケンバーにある意味雑念が入るんですよね。それが道路の段差となっております。これはねもちろん第4戦の時に片桐かなたがやった部分と重なってきているんですけれども、あれを使われたらミハイル・ベッケンバウアーは防ぐことができないと言っています。で実際ねこうミハイル・ベッケンバウアーももちろんねこれはできないことはないんですけれども、リスクに見合うリターンが期待できないということで冷静に判断しております。そしてかなた片桐についてね、あんな不思議なドライバーは僕は知る限りこの地上で唯一無二だとかなり高く評価しております。加えてねもう自分が負けるのが嫌だということで、プライドをかけて走るのがこの最終戦ということを示唆しています。そして周囲のね諸星セナに対して約1秒のビハインドとなっていて、相葉俊がちょっと変だぞベッケンバウアーと声をかけています。以上が228話の内容となっております。いくつかポイントはあると思うんですけれども、このボンレスハムちゃんを見たせいで雑念が入ってダメだったというね意見もあるんですけれども、それよりもどちらかというと片桐かなたに対する脅威ってところが結構強く出ていると思います。ではねちょっと予想していこうかなと思うんですけれども、これはおそらく結末にも関わると思うんですが、ミハイル・ベッケンバウアーは予選ではどうなるのかというところです。おそらく予選の方で1位から降りてしまうんじゃないかなと個人的には思っております。今現状ねこんな雑念が入ったミハイルっていうのは多分おそらく初めてだと思いますし、かなり乱された状態だと思います。それに加えて新世代たちのレベルアップが凄まじいことからも、おそらく1位は誰か違う人物、おそらく諸星セナだと思うんですけれども、諸星セナが予選での通過トップで本戦へと出動するんじゃないかなと思います。でこれを踏まえた上でミハイルの本戦の走りってところがこれまでの伏線につながってくると思うんですけれども、これがアニメのね第6話の方で放送された内容をおそらく比較して回収されてくるんじゃないかなと思います。ではその第6話のどの部分なのかというお話なんですけれども、これヨーロッパ育ちの2人は似ているのかというところでね、実況の田中が小頭と話をしているんですけれども、この小頭の解説をもう一度振り返ってみようと思います。小頭はこの2人に対して表面的には共通点は多いけれども、根本的な部分は全く
く似ていないと言っています。でミハイル・ベッケンバウアーの方は英才教育によって科学的に作られた天才という感じと言っていましたよね。ドライビングシミュレーター第3世代と言っていました。で精密機械のようなミスをしないサイボーグとなっております。で、まあ、この点もね踏まえていくと今回第4戦で片桐カナが使った段差に関してもドライビングシミュレーターとしてここはね予測としてできるけれども自分の中に落とし込めないという冷静な判断をしていることがわかるかなと思います。そして一方片桐カナダの方はこの小頭会はそのサイボーグ的な感じはないと言っているんですよね。英才教育では育成できない突然変異の新種と言っています。まあ、これは藤原匠とかなり共通する部分はあるんですけれどもそこが継承されているかなと思います。でどこか捉えどころのない独特の感性を持っていて伸びしろを感じるとあの第一線では言っていたんですけれども現在まさにこの伸びしろが伸びきったと考えるのが、まあ、妥当ではないかなと思います。でここでもし予選でミハイル・ベッケンバウアーが順位を落としてしまった結果ミハイルにとっても MFG に対する気持ちだったりとか思いだったりとか熱意だったりとかプライドに関して大きく変化すると思われます。でここでね精密機械のようなミスをしないサイボーグだったミハイル・ベッケンバウアーがおそらくなんですが片桐カナダに迫ってくるんじゃないかなと思います。つまりミハイル・ベッケンバウアーは自らの走りをシミュレートするだけじゃなくて自らの意思だったりとか枠を超えた走りをおそらく本戦でしてくるんじゃないかなと思います。それがプラスに働くのかマイナスに働くのかはちょっとわからないんですけれどももしかするとこれギリギリの線でね片桐カナダを超えてくるんじゃないかなと思います。まあ、この結果ミハイル・ベッケンバウアーは本当ねもう日本を立とうとしていたんですけれどももしかしたら残って MFG をもう少し追求する気になる可能性ももしかしたら出てくるかもしれません。まあ、藤原匠がそうであったように誰かに影響を与えるドライバーっていうのが片桐カナダだと思うのでまあ桜の舞もそうですけれどもいろんな人物に影響を与える最後王者ベッケンバウアーも大きく変えてしまう要因が今回語られたんじゃないかなと思います。こうリザルトとしては実際ミハイル・ベッケンバウアーが勝利したけれども本当の勝利っていうのは片桐カナダたちにあったんじゃないかなという終わり方をするんじゃないかなと個人的には思っております。いずれにせよねミハイル・ベッケンバウアーは最終戦にしてかなりね大きな転機を迎えるというのが今回示唆されていたので王者に落ちるのかもしくは王者に返り咲くけど本質的には王者ではないという可能性 MFG に対する思いが変わるんじゃないかなというところがわかるかなと思います。はい今回こちら228話王者のポルシェについて振り返りながら展開予想だったりとかミハイル・ベッケンバウアーカナダとの違いだったりとか伏線がここで回収されてくるんじゃないかなというのを予想していきました。そうなるとねミハイルの新しい一面が見えたりとかするんじゃないかなと思うとかなりワクワクしますね。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりとかこうなるんじゃないかなとかもしくは伏線どっかあったようでもあるのでねコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。